はい、今回はね、速稼塾の久保が紹介するのはこの影庵チャンネルというやつなんですけども、ご覧のようにチャンネル登録者数は35人、うん、で、このね、動画の再生数っていうのは2回0回0回2回1回1回と書いてますよね。ざーっと遡っていくと、まあ回数的にはそんなにたくさんあるということではありません。例えばね、10ヶ月前に7回2回3回なんですよ。で、もっと遡ると、1年前に15回とか3回とかね、こういう視聴者数なんですよね。もっともっと遡っていきますよ。1年以上前に、やっぱり一桁台の再生数なんですよ。で、YouTube をやっている速稼塾のね、皆さんとか、多くの方、この10回に満たない再生数の YouTube で、なぜね、こうやって継続することができるんでしょうか、ということと、あとね、逆にですね、じゃあ再生数が少ないから動画アップロードするのやめて何か活路は見出せるのか、それともですね、こういうふうに続けることによって、まあ、人のご縁ですよね、ご縁がどのように働いてこの数字を一つずつ押し上げていくのか、チャンネル登録者数の一人ってものをどうやって増やしていくのかってことを考えていくんですね。こちらね、起こる前に感情とかありますね。他にもね、ウォーキングしながら喋ってるわけですよ。どれ行こうかな。花屋龍馬さん行きましょうか。花屋龍馬さん、これ。再生しますと、ちょっと見てくださいね。どうもー、影庵です。今日は2019年11月6日、水曜日の朝ですね。今日もウォーキング5キロをちょっと、やっていきたいと思います。はい、ここまで14秒で一息で喋ってますよね。皆さん、どうもーで始まってます。これはご存知の方いるかもしれませんけども、まあ、吉谷拓郎さんって言ってね、私と一緒に億万長者シリーズっていう動画のリレーをやってますけども、その凡事ってのね、まあ鬼というか、私となんか似たような類の人なんですけども、まあものすごくね、動画をたくさんたくさん上げていく、その方のオープニングが、どうもーなわけなんですよ。まあそこをモデリングしてるんだろうなと思いますけども、まあ私はね、どうもーって始まり方はせずに、まあ速稼塾の久保ですって形なんですけども、そのオープニングの、これですね、オープニングテーマといいますかね、もう、あ、この人が始まったんだなって思わせるようなオープニングをこうやって最初に掴んで、作ってですね、掴んでるわけなんですよね。西アークラソンの山根ですって言ったりね、愛知のゆき子ですとかね、こういう風な形でオープニングの曲まで作らなくても、まあこういう風なね、ノリを作っていくってことができるわけなんですよね。で、私が最近作っているオープニングっていうのをちょっとね、見ていただきたいと思うんですけども、ちょっとすいませんね。これですね、私が最近作ったオープニングはこんな感じです。いきますよ。まあこういうオープニングはちょっと編集したりとかね、こう当てていくっていうか、なんていうんですかね、結構な、まあ自己顕示欲が入ってるんですよ。だからこういうのを作れっていうんじゃないんですけども、動画が始まるなりこうやってね、どうもー、アギアンです、これ最初の3秒でもうオープニング作れるわけじゃないですか。でこれをやりましょうってわけではないんですけども、一つ一つなんかね、楽しんでいるっていうかね、自分なりの型を作っているということだと思うんですよ。もちろん最初は誰かの真似かもしれませんけども、その誰かの真似でも自分の型にだんだんなっていくわけですよね。こういうふうにしてね、一つは動画をこう自分にスイッチを入れるというかね、これから動画が始まるんだぞっていうふうに見てる人にも、始める自分にもスイッチを入れるという意味でも、このオープニングとかっていうのはね、いいんじゃないかなと思います。まあ今日ね、何をお話ししようかと思ったかというと、まあ、このね、まあ、花屋龍馬さんっていうのもそうなんですけども、影庵さんね、一個戻りますけども、影庵さんっていうのは、吉谷拓郎さんの、まあ、動画を見て、その流れで私の動画を見て、うん、で、花屋龍馬さんを見てみたいな感じで、YouTube のアップロードをしていることによって、で、コメントを書くことによってね、どのぐらい世界が広がるかってことなんですよ。で、逆にその YouTube で世界を広げることを、まあ、手間を惜しむとして、他の何でね、うん、世界を広げてるのかってことなんですよね。で、このインターネットを使ってビジネスしようとする人っていうのは、とりあえずインターネットでのつながりを濃く、そして深く増やしていかなくてはなりますよね。薄く広く増やすのっていうのを皆さんが心奪われるんですけども、これはね、一過性のものなんですよ、うん。広告で人を集めてそこにセールするっていうのは一瞬で終わります。うん、ただね、やっぱこうやってファンにするっていう意味で、
濃く関わっていくっていうのはどういうことかって言ったら、コメントを書く、コメントを書いてくれた人にコメントを書くみたいな感じで、お互いを称え合う、応援し合うっていうところがね、醍醐味になってくるわけなんですよね。で、今回の動画の最後になりますけども、今ね、インターネットの世界とか YouTube の世界ってどちらかというと、誰かを叩くことによって再生数やチャンネル登録者数を稼いでるんですよ。これが何を意味するかって言ったら、人が人を叩く、人が人に対して怒る、人が人に対してなんか復讐をしようとするっていう戦争を仕掛けてるのが、残念ながら多くの方好きなんですよ。そっちだと割と早く稼げるんですよ。残念ながら人を攻撃することって、戦争することって稼げるんですよ。ね、聞いたことありませんか？戦争ってのは誰かの利益になるから存在するって。それでいいんだという方であれば、その戦略を取るでしょう。人をけなしたりとかね、人をバカにしたりとかね、人を笑ったりとかして、そこに集まる人と一緒にやっていくと。でもそこに集まる人って所詮ね、そういう人たちなんですよ。で、そうではなくて、人を応援するのが好きとか、挑戦する人を守ってやるのが好きとかね。で、再生数とかチャンネル登録者数の多い少ないではなくて、その人が自分と合うのか合わないのかっていうところでね、しかも善意の心で、触れ合っていくのかっていうこと、それがね、好きな人がこういうふうにね、今少数派だと思います。まあ私もね、そういうふうになろうとして、花江ロさんや食家族の皆さんと関わってるんですよ。再生数少ない、でも世界の中でたった一人のためにこうやって動画を撮っていくと。見てる人を意識しながら、見てる人ですね、本当に名前から年齢から、その人の何ですかね、性癖から分かっているところにメッセージを出していくと。確かに再生数は少ないですけども、確実に1はいるよみたいな動画をね、作っていけてるのか、それとも誰が見るか分かんないけど適当に作りましたみたいなのが再生数をね、多く誇るのか、どちらかに行くときに、私はですね、濃く、そして深く行きたいなと思いますんで、再生数が少なかろうが、広告料が少なかろうが、そういうことではなくと、もちろん人を褒めて広告料がもらえたりとかね、人を称えて再生数が増えるの、それ越したことないんですけども、残念ながら、そういうことで増えるっていうのはあんまり今はないです。どちらかというと、人をけなして人をね、叩いて人をバカにすると、残念ながらファンっていうのは増える傾向に今ありますんで、その流れに乗っていくのか、そうではなくて、自分発信をね、やっぱり貫いていくのかってことで、まあ私の場合は自分発信の方かなと思います。それこそね、どちらかというと私の動画が必要ない、なくなると、世の中でいりませんよって言われるぐらい、見てる人がね、いろんなことを学んで、いろんなことを身につけて、いろんなものを解決してくれればいいなと思ってます。だから、人を叩く動画って、ずーっと叩かないといけないんで、やってる方も、あんまりいい人格にならないんじゃないかなと私は思うんですけどね、皆さんいかがでしょうか。はい、このね、影山さん、いろんなことをね、私にも感じさせてくれました。ありがとうございました。これからもね、影山さん、チャンネル登録しましたんで、どんどん頑張っていただきたいなと思います。これからもね、見に行きますんで、よろしくお願いします。